フィードバックを僕に言ってくれた人がいたから今の自分がいると思うんですよね。僕の人生にフィードバックを言ってくれる人がいなかったら多分僕は本当に変わっている人間になっていると思います。本当に、I'm grateful for all the people who gave me feedback all.。 今週はですね、フィードバックとの付き合い方っていうところについて学んでいきましょう、ね。今日はですね、ちょっと聞き流し系みたいな感じになるかもしれないんですけれども、フィードバックについてお話ししていきたいと思います。じゃあね、そのフィードバックの必要性っていうところ、なぜフィードバックが必要なのか。ね、そして本当にフィードバックは生きている限り必要なもの。 論理的に考えると、need ですよね。It's a need, right?So you need your feedback. じゃあ、これからですね、具体的にどうやってフィードバックを受け,受け取れるようになっていくのか、心の準備っていうか、メンタルとかね、それについてお話ししたいと思います。でね、まず、最初のポイントはですね、フィードバックと攻撃は違うことなんですよね。ねよく、 よよく似ているように見えます、ね、フィードバックとあなたへ対しての嫌みあなたへ対しての攻撃っていうのは似てるように見えます。で正直な話、ね、ひょっとしたら、ね、自分の人間関係とか自分の友達とか家族の人とか、ね、どういう人との付き合いとかによってくるんですけれども中には攻撃とフィードバックが混ざっていて。 ね、で攻撃に見えるんだけど実はその中にもフィードバックが入っているっていう場合もあります。ね、だからどういうことかっていうとフィードバックのシャーロット・ホームズみたいにならないといけないんですね。これ,これ本当にに重要になりますで中にはフィードバックに見えるんだけど単なる攻撃 単なる闇っていう場合もあります、ね。なのでまず最初に気を使っていくこと考えていくことは、ね、誰かがあなたにも問いして悪口を言う時誰かがあなたを責めている時、ね、その時に考えないといけないことはこれはフィードバックなのかただ単のハラスメントなのかっていうことなんですよね。 ね、例えばハラスメントの場合は自分の親があなたをハラスメントするっていうことはリア特になんか怖いお父さんとか、ね、お父さんお母さんが嫌味みたいなの言ってる例えばまたは自分の結婚相手の親が ね、ひどいことを言ってくるっていうのはひょっとしたらそれは嫌味かもしれないんですよね。フィードバックではないかもしれないんですね。なので何が必要になるかっていうとまずそのフィードバックその悪口みたいなのが入ってくる時に感情的にできればならないで、ね、で,できれば論理的にその人が言っていることが正しいのか 本当なのか、それかまたはただ単の嫌味なのかということを考える、調べる時間が必要になってくると思います。ね、例えば自分が新入社員で機嫌が悪い上司がいて、本当に悪口をいつも言ってくる。な、ね、んでお前仕事できないんだよ。本当に仕事落とすよな。なんでメールぐらい返せないんだよって。ね、その上司は、ね、本当にフィードバックをあなたに言っているのか。 ね、本当にあなたはメールが書けないのかそれかただ単にその上司がイライラしててちょっとおかしい上司なのか、まあ、おかしい上司っていうかねいい人だと思うんだけど今おかしい状態になっていてちょっと休憩取った方がいいとかねいろいろありますよね上司ちょっと休憩取った方がいいんじゃないとか上司仕事変えた方がいいんじゃないとかこの仕事合ってないと思うよとかねそういうことをたまに上司とか社長に言いたくなるんですけれどもね変えられるのは僕たち。 相手を変えるっていうのは、まあ、すごい難しいっていうか現実的ではない何ができるかっていうとなので私はね僕がネガティブなフィードバックとかフィードバックをもらうときに気を使うのは他の人も同じフィードバックを僕に言ったことがあるかっていうことを考えます。ね 例えばなんか片付けが苦手っていうフィードバックをもらったらね、それが思っている人が他にもいるのかっていうことを考えます。でひょっとしたら他も同じことを言ってくれたとか、あ,あそっかじゃあ僕片付け苦手なんだとかね、中にはえっ、ー、と逃げやすいパターンとかありますよね。本ね、特に親が君は逃げやすいパターンだからもっとしっかり向き合いなさいとか言ってくれると思う。 あるんですよ本当にそうなのか、ね、本当それは親からの悪口なのか上司からの悪口なのかっていうことでどうやったら分かるかっていうと別の人に聞いてみることですよね他の人に聞いてみるっていうのもいいですよねねね僕って逃げ逃げやすいかな怖いのがあったら逃げるかなとか自分で考えるっていうことをやらないといけないんですよね,ねでもう一つ正直言って世の中で フィードバックを与える側ですよねフィードバックを言うスキルっていうのがあって世の中でフィードバックをうまく使えれる人っていうのはすっごい少ないんですね。すっごい少ないんですね。ねだからなんか本当にフィードバックの伝え方とかいろいろ本ありますよねコミュニケーションの。 そういう本を読んで、ね「いい例」ってね、これをやると私はこういう感じを感じるからこういう行動をとってくれないかなみたいな XYZ のモデルみたいなのもいっぱいあるんですけど会話のねそのような話し方をする人っていうのは僕は一回も会ったことがないんですね。ねそのようう、な本当にもう 受けたいフィードバック私が聞きたいような感じでフィードバックを僕に伝えてくれる人って僕は会ったことないんですね。なのでどういうことかっていうと自分も誰かに、ね、フィードバックを言ったことがある人は分かると思うんですけどフィードバックを他,に他の人に伝えるっていうことは難しいことなんですね。ねだから ちょっとマインドの余裕マインドの許しを持ってあげてもし誰かがあなたにフィードバックを言ってくれているんだったら正直ちょっと完璧に来ないものだっていうのを 許してあげるといいいと思うかそうする必要があると思うんだよね。完璧な,なんかテキストブックスで本の成功、なんか本に書いてある完璧なフィードバックのモデルっていうのは絶対来ないから、もしフィードバックが来ている時に攻撃のように感じたら、まあフィードバックって伝えるの難しいからねっていう感じで、フィードバックにフォーカスすること、感情的にならないでね。それが大切になってくるんですよね。ね でやっぱり勘違いしちゃいけないことはひょっとしたらその人はフィードバックを言っていてあなたを攻撃していることとは違うかもしれないんですよね。あなたを攻撃していることとあなたへのフィードバックは違うことだから。 もし自分がフィードバックを受けていてちょっとなんか気持ち悪いっていうか攻撃的に聞こえるかもしれないんだけどもしそれがフィードバックで相手もこれちょっとフィードバック伝えたいんだけどって言っているんだったらちょっと心を広く持ってそのせっかくフィードバック言っている人も辛いのよフィードバック言うのってフィードバック言わない方が楽だから喧嘩になるかもっていう相手も壊れてね怖いからねそれを許してあげるっていうのは大切ですよね。 なので、もう本当に簡単にまとめると、フィードバックは It's not pretty.Okay, it's rough, man. もうボクシングマッチでボコボコにされるようなものだと思ってもいいと思います、フィードバックは。だから僕は本当に、あの、幸いにフィードバックを僕に言ってくれた人がいたから、今の自分がいると思うんですよね。本当に。もし僕がそのフィードバック、 僕の人生にフィードバックを言ってくれる人がいなかったら多分僕は本当に変わっている人間になっていると思います。本当に I'm grateful for all the people who gave me feedback で。で僕も本当に最初はフィードバックをもらった時にお前そんなこと言うんだったらお前最初こっちを直せよみたいな感じで全然論理的ではなくて感情的になって相手と戦うっていうのも何年も何年もやっていました。ね、本当に。 でもやっぱり会社の経営者会社の CEO とかやっていると立場的にもそうなるんですけどやっぱりフィードバックっていうのは受け取らないといけないことなんですよね特にビジネスをやっているマネージャーとか CEO、ね、社長の方たちはフィードバックを受け取らない受け取る義務っていうのがあると思います本当に僕はそれ、ね、で自分の立場を使ってお前それ黙れよお前俺はフィードバック受けないんだ ね、俺が社長だから俺の方が上司だからっていうのはすごいなんかルール違反っていうかちょっとあのまあ寂しいですよねうん。なのでその何て言うのかなフィードバックを受け取れるようになるっていうスキルで、ね、もし20代でフィードバック受け取れなかったら多分30代にはフィードバックは攻撃だって勘違いする癖がなってると思うんですよね。 だから30代で本当に自分の家族とか自分のね仲間から大切なことを言われてもそれが攻撃に聞こえるからそれを無視するそれはそんなことしないよとかねそれ無理ってフィードバック無理なのってなっちゃうそうすると多分30代にいろんな成長のチャンスがあると思うんですよ。 ね、人間関係とか自分の行動とかででもそれを学べないっていうことになるんですよねフィードバックを受け取れないとでそうするともう40代にはもう癖になってる変わらない自分は自分のままでいる他の人からのフィードバックをもらわない自分は自分でいいっていうでそうするとやっぱり40代からはかなりリアルな人間関係の難しい問題が出てくると思いますしもう50代になったらもう 50代になってフィードバックを受け取るっていうのは非常に難しいことですよね。やっぱり20代の時まだ脳が柔らかい時にフィードバックを受け取るっていうスキルを学ぶそうすると40代とかにももっとフィードバックもらえるし50代の時もフィードバックいただけるし60代になっても学ぶことができるすごい美しい人生ですよね。あの前で言うとビギナーマインドっていう感じ。 どんな年でもビギナーのマインドを持つこと、ね、でもそれをしないと僕はエキスパートなんだ僕はこれでいいんだってなってるとやっぱり人は離れていって60代とかになっていくとちょっと難しいお年寄りな60代は年寄りじゃないけど70代とかになって80代になっていくとちょっと頑固な人っていうかかかななななり頑固な人になるかもしれないでそうすると自分の人間関係で大切な人が離れていったり。 ね、仕事で本当にもう仕事でもう,もう大丈夫ですってなって、まあ、ある意味クビになったりとか、ね、仕事でやっぱり部下がついていかない、ね、仕事でチームメイト、ね、投資家とか一緒に仕事をする人とか、ね、チームメイトもついていかないもう頑固すぎてあなたには無理だからって言って。 ね、そうするとやっぱりどうなるかっていうと、まあ、孤独な人生になるんじゃないかなって思うんですよね。で本当に自分の人生をより良くしたい自分のキャリアをより良くしたい本当にレベルアップしていきたいんだったらフィードバックを受け取るスキルを身につける、ね、フィードバックを受け取るエキスパートになっていくフィードバックなのか悪口なのか ね、本当に嫌がらせなのかフィードバックなのかっていうのを分かるようになる、ね、本当にそのフィードバックをもらったらとりあえずそれを紙に書いて1週間考えてください、ね、週末でもいいですちょっとそれについてちゃんと向き合う時間を用意する10分でもいいからでもしそれが本当に何か自分の悪い癖とかは僕が求めている自分ではない自分が言うようなことをやっているんだ。 これは僕としてはやりたくない行動だこれは僕としては変えていきたい僕が望んでいない自分として恥ずかしい発言を言っている恥ずかしい行動をしているんだって言ったらもうそれは変えられるチャンスなんですよね。でどうやって変えていくかっていうと。 もうそれが治ったら自分の癖っていうか自分が変わってもし完璧になっていたらどういう自分になっているのかどういう世界になっているのかどういう結果ですね行動の後の結果どのように自分の人生が変わるのかっていうのを考えてじゃあ具体的にどうやったら自分を変えていくの Google で調べるとか、例えば片付けとかね片付けとか何か怒りやすいとかなんか僕の場合はちょっと怒りやすいっていうのがあったんですけれども、ね、じゃあどうやったら怒らないような人間になるのか、ね、そういう本を読んだりとかそういうクラスに入ったりとか、ね、いろんな勉強する場所は今あります、ね。今本当に2020年でこの世の中でこんなに情報にアクセスすることができなかった時代。 なので、ものすごい変化が人間の人間に今来ているところなんですよね。本当に30年前にこんなに楽に YouTube 情報を調べたりとかできなかったんですよね。今はもう誰でも携帯から情報をゲットして学ぶことができる時代ですよね。ああ。そう。I'm pretty serious about this。本当にこれ現実的にリアルなんだよね。フィードバックを マスターしよう、ね。これ10年かけてもいいと思います。で今40代、50代、60代でこのビデオを見ている方たちもい,らいっぱいいらっしゃると思います。でちょっと、あやば、僕フィードバック苦手だな、私フィードバック苦手かもって思っている方は、ぜひです、ね、3ヶ月かけてフィードバックがうまく受け取れるようになっていきましょう。 で本当にこのフィードバックを受け取れるっていうところにエネルギーを注ぐと自分の人生にすっごい大きいいい変化が入ってくると思います、ね、フィードバックは栄養です自分のガーデンに、ね、栄養って入れますよねもし自分の畑畑育てたら、ね、植物に栄養水体をあげますよねフィードバックは栄養です、ね、だからフィードバックがない人生っていうのはあの本当にモノクロっていうか冷たい 寒い人生になっちゃうと思いますので人間関係をより良くしていくためにフィードバックを受けているようになっていきましょうで中にはフィードバックをうまく相手に伝えるっていうスキルも学んでいく、ね、必要性もあるんじゃないかなって思います、ね、いや本当にねちょっと僕の胸で、ね、思ってたことなんですよねやっぱり僕も本当ににリアルに フィードバックが受け取れない大人、50代60代70代の方を見ていてやっぱりそういう人は周りの人に迷惑をかけるっていうのもあるし周りの人の人生も大変になるしやっぱりその人の人生が自分が思っているように進まないっていう何かの問題があって、ねね、そういうのを見ていますので20代。 20代でものすごい大切になることはフィードバックあな,たの攻撃あなたを攻撃してるっていうことじゃないんですよフィードバックなんですよチャンスなんですよねそれがうまく受け取れるようになる実際にお付き合いフィードバックと付き合いして自分を数ヶ月かけてもいいからフィードバックから自分を成長していくっていうところですよねそこにフォーカスを持っていっていただければと思います 本当にこれは大切な大切なことになりますのでビギナーマインドをキープすること、ね、頭の脳を柔らかくしてだ誰かが言っていることを受け取られるようになること、ね、これはあ悪口なんだって言ったら悪口は受け取らなくていいからねでもそれは分からないといけないから。 の、right. so right. like like. ね like、を押ししででいいいたただだけけれれば嬉しいです、ばぜひチャンネル登録もね、あのやっていただければ嬉しいです。今は、えー、と週週回回、かかな、まあ、最低週1回、ね、月曜日の朝6時半からはあの YouTube でライブをやってい。ます。す。なので、でもし興味があったらぜひ、ね、それれに見ていただければ幸 Okay, I love you much. I'll talk to you soon. Arigato. Thank you.